TBS Radio 中古局。せーの、キャナーリクラブ維新伝心。キャナーリクラブミキーです。小川奈です。この番組は私たちキャナーリクラブがみんなに伝えたいことを素直に伝えていこうという番組です。はい、また私たちキャナーリクラブは TBS ラジオモバイルガールズも務めています。はい、TBS ラジオのモバイルサイトを皆さんに知ってもらおうといろいろなキャンペーンをしていきたいと思っています。はーい、はい、というわけでですね、今週のウィークリーメンバーはこの人、いくっちです。よろしくお願いします。よろしく。いくっち、何してたの、はい、いやね、ほんと10月以来ですか。そうだね、はい、久しぶりに来てみたんです。3度目だって。3度目か。ということでですね、はい、まあ3月になりまして、はい、なったね。なりましたね。私たちキャナーリクラブ、はい、3月3日に、はい、なんとですね3周年を迎えました。おめでとう。なんか他人っぽいじゃん。おめでとうとか言って。いやいや、ほんとめでたいですよ。ほんとにね、ノリに乗ってるという噂のキャナリクラブさんなんですが、はい、なんと3月は結構イベントごとがあって、うん、そうなんですよね。3月の21日にですね、うん、はい、ライブがあるって。そうなんです。あ、らしい。しかもそのライブはただのライブじゃないんだよね。そうなんだ。どんなライブ。せーの、チャレンジライブ。おかまない、言ってないじゃん。今言った言ったよね。声がちっちゃくて分かんなかった。めっちゃ今自分自身大きい声で。確かに声ちっちゃかった。嘘だ。でもいくつかミッキーが言ってるみたいな。言ってたよ結構。まあね、おかまないも3人で行ったってことにしとき、はい、そうですね、ちょっとここで、うん、ちょっとチャレンジライブのちょっとなんか詳しい内容を言いますと、はいはい、ナイスガールプロジェクトファイナル、はい、チャレンジライブ、はい、これですね、3月21日に、うん、場所は横浜アリーナサンフォニックスホールにて、はい、2回公演ありますので、はい、皆さん、はい、詳しくはホームページの方をご覧くださいということで、はいはい、チャレンジライブとは何ぞやっていうことですね、はい、そうですね、過去にも2回やってきましたけども、はい、そうそうそう、3度目なんですけど、はい、まあ、チャレンジライブっていうのは、うんうん、まあ、私たちが、うん、チャレンジしたいことを、うん、ライブ通して提案して、そうですね、皆さんにお見せするというライブなんですけど、うん、それもね、みんなでね、会議してね、そうそう、セットリストとかもね、そうそうそう、自分たちで決めたり、うん、セットリストとか、うん、衣装とか、そうそう、あと何にチャレンジするかとかね、うん、そうそうそう、自分の得意なものを出してみたりとか、はい、うんうんうん、なんだろう、過去に別に歌だけじゃないもんね。そうだね、そうだね、いろいろやってきたね。特に小川奈は、うん、もうでも小川奈は歌で見せる感じじゃん、うんうんうん、だから小川奈はこの間洋楽に、そうそう、あれ好きだった。ちょっと照明もさ、照明も暗かったじゃん、あの時。そうだよね。あの辺が、ごめんなさい、ごめんなさい。はい。でもね、ちょっと聞きたい、じゃあ、ちょっと聞きたい。やっぱ聞いた。尺。何？いつから尺を気にするようになったの？でもここでね、全部言っちゃうとね、また楽しい。ね、言いたいけどね、ちょっと言えないね。でもまあ、ファイナルということで、うん、なんか、なんだろう。キャナリクラブの魅力にぎゅっと詰まった、うん、なんかライブになってるんじゃないかなと私は思うので。そうだね。ぜひ しかもね、この会場、はい、横浜サンフォニックスホールは一回ライブでもやったことある場所で、うんうん、ある、だから2年ぐらい前、結構私的に思い出が、うん、私もあるよ。あるね、うん、ね、うん、横浜アリーナのね、隣っていうね。いつか横浜アリーナでやりたいみたいな、ね、いつかっていうね。あ、じゃあもし横浜アリーナでできるとしたら、うんうん、それ横浜アリーナチャレンジライブだとしたら何にチャレンジしたい。あ、いいね、その、なんだろうね、大きな夢。私はね、やっぱね、あれやりたい。あのさ、よくさ、アーティストさんとかがさ、地面から飛び出してくるやつ。あ、地面で、地面から魔法じゃん、地面から。なんて言うんだっけ、ジャンプポップアップ、ポップジャンプ、ちょっとポシボじゃん、夢にホップ、うん、なんかポップジャンプか、結局ポップ、結局何なんだろう、
あ、ポップアップ、ポップアップだ。そう、ポップアップ、いや、ポップアップはしたいけど、うん、いや、あれしたい。あれね、意外と難しいって言うよ、よく。いくつ絶対無理でしょ。え、でも、でもすごい、すごい高く飛べたらちょっとさ、変な足の曲がり方とかしてそうじゃない。やだやだ。でも絶対高く飛んだら気持ちいいよね、あれでね、こう、ボーンって。でも、ポップアップは、うん、まあ、頑張ればなんか、うん、ね、うん、もしも小釜だった私が、うん、小釜とミッキーがいくつをバーンって持ち上げたりもできるかもしれないじゃん。って言って、まあ、自力で広い会場だと釣られたい、うん、分かる、上にってことね。あ、なんかあのワイプみたいなんで、ワイプじゃない、ワイヤー、ワイヤー、何ワイプって、ワイヤーで、ワイヤーです。はい、いいね、隣クラブだよみたいな、楽しそうだね。あ、でも高所恐怖症だ。妄想は膨らむばかりなんですけど。そうだね、まあ、今回のチャレンジライブの意気込みを最後聞いて、プッチに、とりあえずその3周年のけなわりクラブの今っていうのに注目してもらうのと、うん、あと今回チャレンジすることも、まあ、あるので、うん、ちょっとそれ言えないんですけど、うん、そこもねちょっと皆さん楽しみにして会場に足を運んでもらえたらいいなと思います、はい、そうだね、はい、熱いライブにしたいと思います。そうですね、はい、はい、ということでですね、そろそろお別れの時間みたいなんですけど、早い、今日どうだった、うん、今日やっぱりね、相変わらずいつも思うんですけど、本当この番組短い。あっという間に終わっちゃう。じゃあそれは後ほどスタッフさんの方に行っていただいて。そうですね、はい、あ、でも楽しかったです、ね、はい、また来てね、はい、はいはい、ということでけなわりクラブ維新伝心では皆さんのメールやおはがきを募集しています。はい、はい、今後けなわりクラブにこんなことをしてほしい、うん、けなわりクラブにこれを伝えたいなど何でも結構です。はい、ということでメールはですね、けなわり @tbs.co.jp、 はがきは郵便番号 107-8066、 TBS ラジオけなわりクラブ維新伝心までお願いします。はい、またけなわりクラブ維新伝心はポッドキャストでもお聞きいただけます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。はい、いくち、次回のウィークリーメンバーは、はい、ロビンです。かわいい。今日せーのもいくちだったんだよね。そうなんですよ、実は。はい、はい、はい、ありがとうございます。というわけで私たちの曲を聴いてもらいたいと思います。エントマン曲紹介よろしく。かわいい。はーい、かわいいですね、この笑い声までかわいらしいねえ。え、チャレンジライブですか、いいですね。何ポップアップっていう、なんか下からドーンと飛んでるやつですね。まあ、キャナリクラブね、あのゴンドラとかで釣られてやってきてほしいな。なんか似合いそうな感じがしますけどね。ライブ頑張ってください。それではキャナリクラブで維新伝心です。もう待たないですけど。